まあ、今回はですね、この秋最大の注目機種、まあ、前作をですねめちゃくちゃ打ったかって言われると僕はそうでもない方だとは思うんですが、まあ、やっぱりその6号機の本当苦しい時代を引っ張ってきてくれた、まあ、そんな機種の、まあ、後継機という形になりますので、まあ、非常に期待しています。まあ、一応ですね、まあ、何度でもどれだけ死んでも死に戻りしようかと今日は思ってますので、皆様にちょっといいところをお伝えできるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。おはようございます。じゃあもう取りやすい角台いきますよ僕は。さあというわけで、今回はスマスロリゼロから始める異世界生活シーズン2、一応昨日はちょっとへこんでる台なので、まあまさに狙い目と言っていいんじゃないかなと思いますので頑張っていきたいと思います。嵐の寝台考察 TV。 改めまして皆様おはようございます。パチロ秘書本の嵐でございます。というわけで今回は大都紀元さん、まあ、パオン DP さんのスロットリゼロから始める異世界生活シーズン2、略してリゼロ2を打っていきたいと思います。まあ、リゼロ2のモチーフになっているコンテンツ自体はもうパチンコの方でも大人気でありますから、もうすでにもうご存知の方もたくさんいらっしゃるとは思うんですけれども、今回ですね、まあ、初代要素もありつつ新しい要素もしっかりと、まあ加えられているということなので、そのまずはゲームの流れをしっかりと体感しつつ、まあ、やっぱりどの辺に設定差があるのかっていうのも考察しながら楽しんでいきたいなというふうに思っております。それではですね早速いってみましょう。いっぱい負けても今日は出るまで死に戻る。さあそれでは早速、実践していきたいと思うんですけれども、で、基本的にはこの夏季期から朝一はスタートするんですけれども、まあ、前作のコンビニステージみたいな感じでここでも一応設定差があるので、時計が出た時は、まあ、そこに注目してという形になります。で、これでセット完了と、まあ、この辺の流れはまさに前作のって感じですね。あれ？あら？これなんか引いたのかな？ああ引いてますね。で左にいる下段にチェリーが止まったときは右にいる中段、おお、いきなり強チェリーですよ。ベルが止まれば弱チェリー、それ以外が強チェリーという形になるんですけど、これちょっと1ゲーム早かった方が良かったような気がしますね。これセット完了前にやっぱり強レア役とか引くと多分その規定ポイントの優遇だったりとかいろんなこと起きると思うんで、まあまあちょっと1ゲーム遅かったかもしれませんが、まあとりあえずこんな感じでですね、通常ではレア役を引いても一応このポイント、このポイントが規定ポイントに到達すると、まあ、初当たりという形になるんですが、レア役を引いてもこのポイント数が複数もらえるということはないです。ただその代わりですね、今これ煽りが来てますけれども、チキチキ雪合戦っていう、まあ、ポイント獲得ゾーンの、抽選を行ってますので、そこに当選することで一気に、ゲーム数を飛び越えて規定ポイントが進んでいくような、まあ、形になります。まあ、前作でいうところの異世界体操と同じ役割というふうに考えていいんじゃないかなと思います。まあ、ちょっといろいろまずはゲームの流れとかをお伝えしたかったんですが多分当たっちゃうんで、まあそこから先にやっていきましょう。はい、雪合戦ということで、さあこちらがまあ基本的に5ゲーム続く、ポイント獲得ゾーンになってるんですけれども、毎ゲーム10ポイント以上だったかな、ポイントを取っていくと。僕も本当今日が土初見の土発打ちなんでちょっといきなりいろんなことが起きてちょっと動揺してますが、ゲーム性自体は非常にシンプルなので打てばすぐに慣れると思います。はい、で一応継続の可能性もあるんですが、今作はここで押すっていうのはないのかな。あで今回は5ゲーム1セットで終了という形になりましたが、3セットまで継続すると 50% で初当たりという流れになります。でゲームの流れをざっくりここで解説してしまいますと、まあ、様々な景気から初当たりを射止めて、初当たりは必ず AT 殲滅ラッシュとなります。で殲滅ラッシュを、まあ、ループさせていくというか、まあ、自力で継続させていきながら、まあ、出玉を増やしていく形になるんですけれども、その、過程でですね超強力チャレンジっていう上位 AT のチャンスが訪れることがありまして、そこを突破できると、まあ、超強力ラッシュ
上位80に入って、まあ、それが実質 50% でループしていく、まあ、そういった形のゲーム戦になってますので、非常に出玉増加ルートはシンプル、まあ、メインのルートとしましてはもちろん規定ポイントの到達で、こちらが最大1400ポイントまで振り分けられる可能性がありまして、基本的には偶数100の位が偶数の、ポイントが、チャンスという形になります。で、一応今設定変更が行われてあるであろうという状態なので、その場合は最大1000ポイントまで、ポイントが短縮されるという形になります。で、今作も直撃当選という要素がありまして、直撃抽選自体は毎ゲーム行われておりまして、当選すると、まあ、いきなり前兆が始まって当選するような形になるので、まあ、明らかにゾーンから離れたところで、当選すれば直撃だろうということが見抜けるんじゃないかなと思います。これは駅ドンだったかな。で、まあ、ステージ行こう。さあ、そして今滞在している、夢の城っていうこの駅ドナが、まあ、お茶してるステージがあるんですけど、まあ、こちらが一応前兆ステージになってまして、しかも本前兆期待度が 60% なんですよ。で、まあ、いろいろ今煽りが出てる状態なんですけど、聞いてたポイントとはちょっと違うところで来てるんですよね。だいたい200、400だと僕は認識してたんですけど、今100超えたあたりで来てるんで、まあ、一応変更後はランダムで加算がされるそうなので、はい、しもちゃん、はい、それだ、忘れてたよ。はいはい、まあ、いわゆる色が変わっていけばっていう感じですね。あ、黄色で発展なんで、まあ、ちょっと弱いかな。まあ、チャンスアップが出ればってところでしょうけど、まあ、初見でも分かるぐらい多分出てないです。あ、これはチャンスアップだ、多分当たっていく。まあ、163ポイントで今当たったんですけれども、まあ、40ポイント以上、まあ、50ポイントとか、まあ、もっとかもしれないですけど、内部的に加算されてて、まあ、200のゾーンで当たったのかもしれないですね。じゃあ初当たりの流れを見ていきましょう。はい、初当たりはこちらの殲滅ラッシュになります。こちらが、10ゲームプラス継続パートみたいな感じになっておりまして、1ゲームあたりの順序が約9枚で、消化中はですね、継続ストックの抽選を主にレア役で行っていくという形になります。さあ、何事もなくということで、さあ、この後はですね、この大ウサギをこう撃破して継続を目指すという形になるんですが、その告知パターンを選ぶことができます。で、このストーリー告知っていうのが前作でいうところの白芸攻略戦みたいな演出パターンになってまして、次がバトル告知で、完全告知とあるんですけど、バトル告知が、まあ、中身でやってることが一番分かりやすいみたいな感じになるみたいなんで、まずはバトルを選んでみましょう。で、まず注目しておきたいのがこの殲滅薬ですね。まあ、最近の機種でいうと、まあ、ゴッドイーターとか、まあ、あとはイニディとか、あのいわゆる弱点薬みたいな感じになってまして、このレア薬チェリースイカチャンス目ってあるんですけど、引ければもう殲滅っていう形になる、まあ、そういった薬も存在します。基本的にはベルの押し順を当てるゲーム性になってます。いきましょう。ああ、いきなり引いたってことね。やっぱエミリアタンでしょう。まずはいたのかな。おー、当たった当たった。あー、もう簡単。以降はですね、またゲーム数残ってます。これセット継続ストックの抽選に回るらしいんで、これはいいですよ。よし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 。だからここで、まあ、弱点薬引いたりとかすると、まあ、ストックもらえるか大チャンスになるんじゃないかなと思います。あ、何何聞いてた、俺の話、俺の話聞いてたから。これキャッチャークチェリーか。これ強チェリーだったらもうもらいプラス多分超強欲、なんか弱点薬で強チェリー引くと強欲ラッシュまで行くらしいですよね。超強欲までだから惜しかったって感じになると思うんですが、あらららら、ら、いや、いいですよ。で、次が、報酬パートのゼロからジャッジ。報酬がありまして、
まあ基本はこのような形で殲滅ラッシュが告知されるという形になります。いいでしょう。いやこれまあ1回1回のゲーム数は短いですけど順増9倍ありますから。あらららららら、おチャンス目引いたよ。はいはいはい。でステージアップでここまでいったら確かもう、あもう継続確定って出てますけど、まあこれで今レア役で継続させたじゃないですか。そうなってくると今獲得したストックは使わないっていう形になりますんで、いやどうした、いや絶好調すぎて困ります困りますって変だけど、激アド。まあでも確かにバトルでやった方が叩きどころというか当てどころ分かりやすいね。さあこれで順調に3戦目と。で目標になるのが5戦目です。5戦目になると今の AT 機でおなじみのいわゆるハテナナビが出るんですよね。あそこで押し順を当てることができると 50% で継続ストックが獲得できるっていうそういう自力要素も絡んでくるので、まあ、次は5戦目を目指していきましょう。ここはセット継続がある、ストックがあるので、まあ、必ず継続するんですが、チャンス目だね、チャンス目いきたいね。やらかしたかな。はい、というわけで結構シビアですね。ここら辺はもう本当に出たものをしっかり当てていかないとやっぱこういう形で終わっちゃうよと。で終了画面は普通でした、デフォルトでした。で481枚という形になります。まあまあゲームの流れが分かったんで、十分じゃないでしょうか。初当たりをしてはで、まあ一応この後は引き戻しの要素があるんですけども、でここのランプが光ってる間が、そのいわゆる死に戻りゾーンみたいな感じになってますんで、まあやめ時としてはまずここをしっかり見るっていうのが重要になってくるんじゃないかなと思います。期待度って出てたっけ。出てないんですけど、うん、まあ一応実践地的には高設定ほどしやすいんじゃないかっていう、はい、引き戻しがね、はい、まあ8分の1から4分の1ぐらいの実践地は出てるみたいですけど、はいはい、まあ朝一早く当たりましたけど、うん、嵐さんなんとまだ他に朝一台ありますけど、はい、まさか移動しろといやいや移動しろとは言わないですけど、あんな早く当ててもらっといてちょっとやめらんないですよこうやって巻き組みになってくるんで人は皆さんは移動とかも考えてた方がいいかもしれないけど、おーチャンス目。さあ1000ゲーム超えましたよ。最新分までは行きたくないな。ありがとうございます。まあ実ゲーム数が821ゲーム、1041ポイントで2度目の初当たりとなりました。ベアトリスだけちゃんと通るとこまだ見てないんで、ちょベアトリスでやってみましょう。あチャンス目だ、チャンス目聞きたいな。これ告知がどういう感じで入るのか知りたいんじゃ。ラスト1ゲーム、あー今日止めるダメダメってことかな。おい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 、はい、ああ駆け抜けてしまいました。112枚ということで、駆け抜けた場合は一応 50% で、まあ、1000ポイントが、規定ポイントとして最大で選ばれると、要は1800から短縮される形になるんですけど、これはあいたたたですね完全に。まあちょっと引き戻しなんとか期待しましょう。一応実践地だとまあ1と6で、まあ、2倍弱ぐらいの差があるというようなデータもあるので、まあそうですね、そう簡単に引き戻せるとは思わないんですが、まあ、6でも大体4分の1ぐらいなので、おなんか引いたか、おお外れ目です。
チャンスの前でカッコつけるなんかやめちまえ。おい、来た、こういうことね。死に戻りました。危ねえ、危ねえ、危なかったです。ちょっともう一回だけ俺はベアトリスでやるぞ。通り方が見たいんじゃ。わからねえ、どうなったらクリアなんだ。嘘でしょ。これは困りましたよ。終了画面もデフォしか出ない。ああ、もうベアトリスは一回封印した方がいいかな。でも通るとこ見てんだよな。ああ、すごいすごいすごい、全部 V。 へえ、こういうパターンもあるんですね。ありがとうございます。550ゲーム616ポイント、総投資が3万2000です。ああ、こうね、レバーを生んでくるのね。はい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 、ありがたい。これ数回引いてない、引いてないか。あ、共通ベルで通したってことですね。ようやく国士パターン見れました。よし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 。お、完全ナビ出た。でも押されてんすよね。あー、でもそれでも大丈夫なんだな。これナビ出てくるの嬉しいな。ここでスイカじゃ、じゃストックアップ。あった、じゃあさっきの緑で取ってたんだ、ありがてえ。いいよ、いきなり来い。くえ、はーい、よし。おお、レア効いてる。これスイカじゃない。よし、オーケー。さあ、まず1個、まあ、継続が取りましたけども、残りのゲームで、スイカをもう1回引ければ必ず超強力チャレンジはもらえますから。頼む、来い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 。はぁ、惜しい。レバー戦にする。はい、すいませんでした。でも報酬で、あー、ナビ出てる。おー、来た。ありがたいですね。ちょっとルーレットの内容が、あの殲滅ラッシュ2個じゃなかったんですよ。だからあれもしかしてとは思ったんですが、だから弱点薬1個で、まあ、抽選突破した感じでしょうね。5ゲーム間、これはもう成立薬によるマイゲーム突破抽選、トータル期待は 50% でございます。いきましょう。いけ、ザッザッ、相手、お願いします。じゃあラストは使わせてもらいますと。欲の詰まった薬指で開け扉を、だったかった。ちょっと重すぎませんかこの扉。リプレイ引いてる。ああ、やだ、これは悔しいな。これ、これまずベル揃えたいんですよ。逃げ、あ、でもやっぱり4択だよな、多分な。左、真ん中、あ、なんか全部のチャンス逃せる、全部のチャンス逃せるな。やっちまったか、悔しいな。あ、チェリーね、はい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 、行ってこい。よし、ナビ出んな、だってナビ出ないんじゃないこれ、だってもうあの二択はないですから。マジなマジで、よし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 。ああ、これも強チェリーだったら、超強力ラッシュだったんで、オシスと言っていいでしょう、オシス。ただもう一発つけば、あとはさっきみたいに抽選で取ってる可能性もあるしね。惜しいね。さあ、ゼロからジャッジ、ここも大事だ。
どう？どう？入る。さあちょっと弱いか。おお、来た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 。結構来るんですね。来た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 。いやもうこれはもう 50% ですから、あの2回に1回は通るわけですから、もう強気でいきましょう。こんなも何も考えない、もうあのファンってやったら開くから、ファーンってやったら開いちゃう、開いちゃう、開いちゃうよ。これは本当に開いちゃうよ。来たー、よし。何引いたんだろう。まあ全然外れ目とかでもドア開くとこは全然映像としても残ってたりするんですが、いやいや、いいですね。アルシャマーク、うわめっちゃ下までフラッシュしてる。ハードレムですね。だからまあまあ、あの本当にレアエコ引かずとも全然突破できる可能性があると。これ今俺が持ってたストックはどうなるんだ。で一応まあこのおねだりフレッシュでまずは初期の枚数を決定します。ここも多分エミリアタンじゃない方がいいんでしょうね。あ、でもリプレイ引いて、うぎょ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 う。あ、あ、びっくりした。あれゼロくっつくんすよね。だから100、今の100にゼロとかくっついたらもうドエリアことになってましたけど。あー、でもでかいですね。50枚50枚。ちょっと右にレバー線でいい。やっぱなんか引かなきゃダメかな。はい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 、大丈夫かな。これ平均は800なんですが、うん、なるほど。下手です、下手ですけど、一回ここまで来ちゃえばあとは 50% ループ、いわゆる終わった後必ずまたあの超強力チャレンジ入るんで、そのループでさせる可能性もありますし、消化中上乗せすればいいんですから、頑張りましょう。ここからが要は初代の AT っぽくなりますね。パネルアタックとかもある。ありがとうございます。だからやっぱ最低が50枚上乗せで100結構取って平均届かないってことは、やっぱあの他の要は上乗せのルートをやっぱ取っていかないとなかなか難しいってことですね。さあ懐かしのパネルアタックでございます。要は、15枚役のナビを一通り引くことができれば、まあ、上の抽選とか受けれるよという形になるんですけど、一応このパネルの色も大事になってまして、こちらに関しては共通ベルとかで色のアップ抽選も行われますので、緑以上になると確かいいのかな。ミネルバ、お、あ、変わりましたね。これが共通ベルでの、まあ、カードアップ。パネルコンポを今避けてる状況だから、その間に、あ、これはどうだ、チャンス目じゃないか。よし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 、チャンス目強チリは引いた時点で乗せ以上確定ですから、8点強欲フラッシュ。3ゲーム以内に強欲フラッシュを発生させる。はいはい、ありがとうございます。さあどうなる、上乗せ100枚、これでかいですよね。100枚ずつ乗っていくのは最低でも、あ、何、あお、なるほどね。まあ、実は魔女フリーズっていうのがありまして、今このゲームでリプレイ引いてたら魔女フリーズ濃厚だった。あ、そうだ、俺それどこでリプレイ引いたら熱いんだっけっていうのをすげえ頭の中であって、ここだわ、そうだ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 、くー、意識してたら引いてました。惜しかったですね。お前助かったな、俺が忘れててな。いやだから1回の上乗せが本当に熱いんで。熱いよね、うん。さあそれでは、残り0枚になっちゃいましたんで、ここからはですね、まず終了画面を経て、で一応超強欲ラッシュの終了画面は基本これになるので、まあ下とかはないんですけども、
あ、まあ超強欲チャレンジじゃないか、強欲ゾーンなんですね、ここからは。でもこれも引き下ろし期待で 50% だったはずなんで。上から来た、上からは、ああちょっと頼むよ、マジで終わらせられないぞ。上から、下から、真ん中から、危ない。緊張しますよ、これは。一応ハズレで通りましたね。いや、これでけえな。福本作品くらいだよ、こんな強力を押してくるの、本当に。あ、いきなりポカポカチャンス来た、よしよしよし。わ、でけえ。こういうのを絡めていかないといけないですね、やっぱリプレイ、よし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 。やっぱ小屋を引くの大事、頼む、よし。ちょ、止めてみっか、先にリプレイ。これなんか泥目とかないのかな。140、よし、だいぶやれてる今回は。今日滑る、赤までいった、赤までいったぞ。240、でかすぎる。わあ、ラッキー。ああ、めっちゃ小役引いてるね。あー惜しい、赤まで行ってすぐ終わった。まだまだ足りない、これでも足りないのか。いや、一応平均は超えたか、めちゃめちゃ超えてる。あ、いやでも十分じゃないですか。ちょっと取り返しましたよ。ちょっとずつ返していきましょう、これで。強欲ゾーンか、いきます。上から、やばい。追い詰められましたね。3分22秒、2032枚。まあこれが専用の終了画面ですね。さあ、ただまだ終わっちゃいないんですよ。こっから引き戻せればここに戻ってこれますから、お願いします。マジで1回ぐらいは引き戻したい。参りましょう。はあ、怖い。さあ、ポイントですね、640ポイントです、実ゲーム数は441ゲームで、残り1400枚、ちょうどきれいに1400枚持って、初当たった。いやー厳しいか、ストックもなしですね。大崎殲滅戦終了。いやー画面が1回もデフォ以外が出ていない。でももちろん当たると、ありがとうございます。さあ、245ゲーム、245ポイント、きっちり1ゲーム1ポイントでしたが、早く当たってくれたんで助かりました。1302枚で殲滅ラッシュ。終了画面はまたもや正規の画面で、あー、ストックもない。595枚、いやでもだいぶ取れましたね。さあ引き戻し、さあ、まあもう一回超強欲チャレンジからのラッシュやりたいところではあるんですが、まあ実戦終了予定時刻とかもろもろ加味すると、まああと1周ないし、めちゃめちゃ早く当たったらあともう1周ぐらいの多分感じになってくると思いますんで、
設定的な手応えはどうですか。まあ、現状は終了画面が全部デフォで、まあ、雪合戦の入りも悪い、まあ、奇数のポイントでの初当たりもなしって考えるとあんまり良くないんじゃないかなとは思ってます、正直ね。まあ、一応なんかその偶数のポイント振り分けでいうと、まあ、線を1回も超えてないんで、まあ、線を超えてないというか線で最悪踏みとどまってる感じっていうのも考えると、まあ、その点は悪くないのかもしれないけど、まあ、その辺はちょっと厳しいのかもなとは思ってます。さあ到達でございます。1400、残り140枚、なんとか申し込んで耐えた。はい、ありがとうございます。1431ポイント、まあ、最深部と言っていいでしょう。残り95枚からの大逆転劇目指しましょう。参ります。駆け抜けだけは許されない。あお、あわー、ダメー、ちょっと1ゲーム早かったんじゃないですか。これはスイカが、まあまあまあ、よし、頼むぞ。これをイメージ通りだ。熱くそ、ラストなんか引け、ずっ2回引いてっからね、アイクね。危ない、危ないぜ、怖かったです。よしよしよし、あっぶね、マジ最悪は回避しました、ね、最悪は回避ですよ。来い、よし、よし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 、これは熱い。まずは滑ろう。あれ、あ、でもこれはまあリップベルで通ってんのかもしれないし、今日1回まだこっからのチャンスも引いてないんですよ。そろそろ出てもいいんじゃないですか。きたー、よし、これで、超強欲チャレンジ以上は確定。さらにもう一発引いちまったりなんかしなかったり、ダメです。ある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 、でもなんかびっくりマークとか出そうだけど、あ、そんな甘くはなかった。よし、もう一回やるんだ、取るぞ。俺の強欲が詰まった薬指、見せてみろ意地を。かから、あーざ、硬い。ブラジルの皆さん力貸してください。今マントル飛び越えていきますよ、ゼロ式が。ざ、難しいね。いいんじゃない？ストックがあるのか、それとも取りやすいのか。スカーザルラン、よし。リベンジ、あ、リベンジチャンス。これはもう止まったらかな、右は。危ないです。ありがとうございます。あ、あ、あ。引いてる、スイカ引いたか、よし、よし、さあ継続ストック取って、さあ内容は、ああ、いいよ、これ取ったんじゃない、エギドラちゃんカモン、よし。まあやっぱ V ストック取った状態で殲滅薬引いたら強いのかもね。よし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 、そんなはもう2回は2連続で外すなんて聞いてないんで、 50% ですから、世界の断りが歪みますから、 50% がそんなはずですから。
はいはい、ありがとう、おさせろ、ありがとうございます。アロシステムに敗北はない、ありがとうございます。よし、2度目です。これは失った分取り返せる大チャンスです、ね、大チャンス来ますよ。近づいてきてた。また外れたね。ほんと 50% ぐらいになるようにはなってそうな気がするね。ちゃんと 50% だわ。まあ、あの最後に外したやつ考えるとそうではないけど。お願い、ここなんだ、フレッシュだ、フレッシュな、とんでもないやつ見せてくれ、一回ポカッポカッ。あはまあ大体こうなるな、100、まあいいでしょう、もう一回やりましょう、絶対。まあでもここまでの時間で2回もやれるってなるとちょっとイメージ変わりますね。そうだね、まあ思ったより超強欲チャレンジ自体は言ってくれるのかもしれないって思えるしね。よし、お、紫ラビじゃん、これを取ったんじゃない。ありがとうございます。よし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 、青で何パーぐらいあるんだろうね。ねえ、結構薄いとこ引けたような気がするんだけど、つかんだ、このリプレイなんとかなりませんか。いや、涙、やめろ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 って。ああ、まあまあまあ、こっちなのね。思い出せ、ちょっと一回イメージするわ。マックスベット5回点滅からのジャグラーの1ゲーム目を狙うイメージ、いきます。そうすると大体ねじらしてくれ、テッテレレッテッテレレってなるから、テッテレレ、ほら、いつもやってんだから、ジャグラーで1ゲーム目狙いにって、ソーリープレイでねじらせろよって言ってるから。おお、でかとんでもねえ。まあ一応2から10倍になるという、だから今5倍ですね。5倍、いいんじゃないですか。いや、これ逆転、大逆転見えてきましたよ。さあ1626枚、ほぼトントンまで来ましたね。ここ通せればあとはプラスになります。いきましょう。いい音したよ、今。ああ、いつもそんだっけ、いつもそんだな。なんか引いた方が絶対いいと思ったな、おっさん。あっ、ダメか、リプレイじゃダメか。ラスト、頼む、こじ上げろ。さあ、なんかないのかな。やばし、やばしな匂いします。おんでかいっしゃっす。やりますね、ただ引き落としはいいだけの話よ。16分39秒、1616枚、早、はい、いやー、これ引き落としたらでけんだけどな。ちなみにこれ聖域の多分夕方からいつもスタートしてると思うんですけど、夜からスタートしたら確定とかありそうだよね、番長シリーズみたいに。まあ道中2回、ああちょっとなんだ。まあレア役引いた分だけちょっと伸ばしてくれたのかもしれないですが、まあさすがにダメそうですね。まあざわついてないんで、まあこうなって、まあしばらく回して、まあこういう子役ナビ以外の演出とかが出ないようだったらさすがに何もいないと思うんで、まあこれでやめという形でいいんじゃないかと思います。まあ超惜しかったですね。最後通していればもうそれこそ1000枚、なんだったら2000枚、さらにその先のプラスも見えたかもしれないんですが、まあ僕としてはやっぱり天井まで1回追い詰められて、まあここまでまくれただけでも十分満足だったかなと思いますし、まあリゼロ2のもう本当に楽しい部分と怖い部分両方味わえたっていうのがまず勉強になりましたので、まあ諸々の数値とかはあとエンディングでまとめたいと思います。まずは初戦
まあ、ほぼ勝ちでしょう。ありがとうございました。お疲れ様です。まあ、ゼロからとは言わないまでもほぼゼロから最後大逆転という形になりましたので、まあ、本当にいい実戦になったなと思っております。まずは結果から振り返っていきたいと思います。これ本当に勝ってました。投資がまあ32本、1472枚で、まあ、獲得が1655枚なんで3枚はプラス183枚という形になりました。ありがとうございます。まあ、ちょっと僕が少しダイトモを入れるのを失念していたので、まあ、実際に回したゲーム数が、まあ、4200ゲームぐらいだったんですけども、まあ、今回記録できたのが3867ゲームという形になりまして、そのうちの通常時が3151ゲームでした。で、結果的にはですね、最後読み込んでもやはりベルの確率は出なかったので、まあ、今後共通ベルの確率に設定差があるよっていうのが分かった場合には、まあ、自分でカウントする必要があるのかなというふうには思っております。まあ、実際に大友でまず雪合戦の出現率を見ることができるので、そちらが 450.1 分の1、まあ、おそらくこれも相当悪いと、まあ、いうような数値に落ち着いております。で、殲滅ラッシュもですね、まあ、そのかけた分の、数値1回分を足したとしても多分かなり悪いです。大友で分かるのが、初当たり5回で630分の1という形になってますので、まあ、実際分かっている1の数値のはるかに下を回ってしまった。で、他にもですね、分かっている要素としましては AT の終了画面、こちらも全部デフォルトという形になりましたので、まあ、もろもろの手応えを鑑みても、まあ、一番下かあってその一つ上かぐらいの手応えだったんじゃないかなと思っておりますので、まあ、そういった意味ではまあかなり展開に恵まれた部分とそうでなかった部分はあったと思うんですけども、最終的にやっぱ超強欲チャレンジをしっかり通すことができれば、まあ、下でもこういう戦いができるのかなっていうような、まず一つまあ考察ができるんじゃないかなと思います。で、やっぱりですね、その超強欲チャレンジに関しても本当にフラグ依存というか、まあ、殲滅薬をしっかり引くことができればああやってチャンスを手繰り寄せることができるんじゃないかなと思うので、結構己の引きでなんとかできちゃう部分が、まあ、リゼロ2の魅力なんじゃないかなというふうに思いました。ただ、まあ、設定1と、まあ、6でかなり機械割に差がありますから、じゃあどういった部分に差があるのかっていうと、まあ、やっぱりまずは雪合戦、まあ、今言われているのが通常状態でのジャクセリーと、まあ、降格中のスイカ、まあ、この2つに関して、まあ、構成というのが当たりやすいんじゃないかと言われてまして、今日僕は多分通常状態のチェリー1回も当たってないんですよね。まあ、あとはですね、規定ポイントの振り分け奇数のところですね、100、300、500とか、まあ、そういった部分の当選が今日1回も確認できなかったので、そういった部分での当選が確認できたりすると、まあ、構成というの期待度がアップするんじゃないか。まあ、あとはもちろん直撃ですね、ゾーン外での当たりとかも、まあ、やっぱりもちろん設定ロックは出やすいんじゃないかなと思いますので、まあ、そういった規定ポイントの普段振り分けられないところでの当たりっていうのが多ければ多いほど、まあ、ロックの可能性が上がるんじゃないかと思いますし、まあ、もちろん初当たり取れれば上位のチャンスは増えるわけですから、まあ、そういった部分ではそこに注目していくのは今後も、しっかり見ていって損はないんじゃないかなと思います。あとは引き戻しに関しても今回僕1回だけだったんですね。特にまあ、数値違う可能性はありますけど、上位行ってからの引き戻しっていうのはめちゃめちゃ出玉に差が生まれてくる要素になるんで、まあ、そういった意味では結構一番注目したい設定差の部分なのかなというふうにも考えられますので、まあ、引き戻しが多くて初当たりも軽い、まあ、そういった台を狙うっていうのが現状では一番設定6に近づく狙い方になるんじゃないかなと思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。もうすでにリゼロ2を打たれたという方の中にはですね、こういう画面が出たよ、でその台は結構引き戻したよとか、あ、300とか500とかでも全然当たったよとか、まあ、そういう体感されてる方いらっしゃるんじゃないかなと思いますので、よろしければぜひコメント欄の方にお寄せいただきますと、僕もそして見ている皆様も参考にしていただけると思いますので、何卒ちょっとお手数はおかけしますが、コメント残していただけると幸いでございます。今回はしっかり最新台を打つことができましたので、次回以降もですね、年末に向けてどん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 注目機種出てきますので、なるべくいい番号を引いて朝一から打って皆様にお届けできるよう頑張りますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。それではまた別の新台でお会いいたしましょう。私はしっかり死に戻りして戻ってきますので、どれだけ負けても死に戻りして新台を打ちますので、応援よろしくお願いいたします。